大っていう巻き、はい、大ありの巻きを2本下に置きます。はい、で、次に。あ、全然大丈夫です。あの最後、火をつける前に取っていただければそれで大丈夫かなと思います。で、小、焚き付けって俗に言われるように、まあ、茶っ端のみ使う巻きなんですけども、はい、こんな感じで置いていきます。で、これ今日別にあの、いげたの方が楽なので、いげたに積んでるだけなんですけども、うん、別にいげたじゃなくても全然大丈夫で、燃えにくかったりはするので、基本的にはまあ、いい感じの距離感っていう感じで、あの、ちょっと間隔を空けていただく。まあ、焚き付けは、ポイントとしてはどっさり乗せられることをおすすめ、推奨いたします。でこれ、どこ置くのって なるんですけども、基本的にはもう上の方に置いていただければ、上から順番に下に、炎が降りていくっていう形になりますので、まあ、こんな感じで置いていただければ問題ないです。はい、そうです。で、使っていってるかどうかっていうのが、確認してほしいんです。で、これの確認の仕方なんですけど、さっき僕が言ったこのバーミキューライトが斜めにこうかかってるじゃないですか、はい、とこのアーチの間って空間、手が全然入るほどの空間があるんですけど、はい、ここにマッチをかざして、はい、消すと煙がスーッて上に、はあはあ、今見えました。換気扇まず止めていただいて、近くの窓どっか少し開けてください。ああ、それで順当に引くようになります。なるほど。で、マッチはもうその中入れていただければ大丈夫です。体になってパンって当たるので、こんな感じで。はい、この状態でお願いします。正直言うと消火器でもこれ消えないんですよ。そうですね、はい、なんかその一応薪ストーブも教会みたいなのがあって、うん、まあそういう災害時とかに火がついてる段階でどうしましょうっていう話がやっぱり議題に上がるんです、はい、要はその時消えてても酸素に触れることによってもう一回やっぱり発火したりとか